磯に上陸しました。沖の磯です。四方海に囲まれてます。何をしに来たかというと、フノリを見に来たんですけど、ちょっとそっちに行けるかな。生えとるか、生えとるけど短いな。あんまりいいことないですね、ここのフノリ。短いな、全然良くないな。正直全然良くないです。よいしょ。これフノリなんですけど、いやこれはいかんな、これはいけません。ちょっと物が悪いぞ。こっちはちょっとマシか。まあ仕方ないのであるもの取ってきます。場所移動してきました。あれから3カ所ぐらい回ったんですけど、結局どこ行ってもダメで、なんか今年フノリの育ち悪いですね、すごく。おまけにね、昨日口開けしたばっかりなのにすでに狩られてるというね、どうしたことでしょうか。これフノリです。まあ、これを取ってて乾燥させて出荷させるんですけど、去年はねこれがすごい根がつきまして、去年は良かったですけど、今年はまだどうなるか分かりません。これからですね。うわ、そっちに渡りたいんですけど、胴長生えてないしな。もうちょっと待つしかないか。胴長生えてたら余裕なんですけど。お、目の前にふさふさが。これは仕方ない。船を移動させます。濡れるの嫌なんで、船を移動させてあっちへ行きます。もう移動ばっかりで全然取る時間がないですね。つけれるところあるかな。この手に赤目が。ここへつけるか。ほれ、完璧ですね。完璧です。はい、再度上陸します。で、これ流れてったら最後ですからね。前のアンカー、これアンカーです。おう、おう、いや、フノリだらけだ。ちょっと短いけど、うわ、取れへんな、これ短っ。短すぎて、ちょっと意味はないか。だいぶ短いですけど、ないよりマシです。
たすら手でむしるというね、すごくアナログな量です、これは。で、この麩のり、結局酢の物とかにするんですけど、このまま食べてもね、全然美味しいです。もうシャキシャキでね、あ、美味しい。シャキシャキでめっちゃ美味しいです。昨日もこの麩のり漁をやってたんですけど、カメラの調子も悪いしという感じで、昨日はもう撮影せずに黙々と買ってました。短いなぁ。いつも胴長履いてるんで、胴長履いてるつもりで海に入ってしまいますね。もうちょっとで長靴に入ってくるところでした。もうちょっと乾くと取りやすいんですけどね。最初からここに来とけばよかった。すっごく取りにくい。めっちゃんこ取りにくいですね。取れねえ。滑って取れねえ。ふのり用軍手を開発しなくちゃいけないですね。ふのりがパッと取れる。濡れててもパッと掴める。ふのり軍手を、ふのりグローブ、売れますかね、ふのりグローブ。短いなこれ、全然取れねえ。これはいいかな。これはいいな。これめっちゃいいふのりです。いいけど、短いので、刈りにくい。なんというか刈りにくいです。これも等級があるので、あんまり悪いのを取っていくと買ってもらえなかったりとか、2等以下になっちゃうんで、全然金額が変わってきます。去年は1等より2等の方が値段がいいという不思議な現象が起きましたけど、入札の加減でいろいろあるんでしょうね。1等がすぐになくなっちゃうと2等にムラがあるんで、みんなそうなると値段がパコンと上がりますね。なかなかこんなものが短いんで、なかなかたまりませんね。これどんだけ取ってもたまりません。ちょっと長いのが欲しいな。長いのが欲しい。
だ刈り取られてないとこんな感じなんですね。これ一回刈り取られてますね。なんでだ。はい、というわけで行ってきました。ふのり取りで、これ広げたんですけど、もう明日雨なんでしまわないといけません。まあ、ちょっと1時間半ぐらいですかね、まあ、ちょっとこうやって干しといたら表面の水は取れました。まあ、これなら大丈夫そうですね。あまりこれ雨に当ててしまうとピンク色に変色しちゃうんで、そうなると売れないです。うん、いい感じですね。物悪いかなと思ったんですけど、まあ、こうやって見てみると割といいですね。多分これ1等になると思います。じゃあまた雨が上がって晴れたら、もう一回これ再び出して天日干ししたいと思います。